こんばんは、藤岡日本画サロンです。前回は日本画とは何者ということで、絵の具に含まれます固着剤糊分の違いによってジャンルを説明させていただきました。日本画っていうのが他のジャンルと違うというところを理解していただけたと思います。そして、今回は固着剤の違いによる画面の特徴をお話したいと思います。まず油絵の具ですけども、この間お話しましたように固着剤として、リンシードオイルであるとかポピューとかを使っていますので、時間が経って乾燥をしてもほとんど痩せません。ある程度の厚さを保つわけですけども、さらには表面が平滑になりますので、乱反射を起こしませんので光沢ツヤのある画面になります。また、基底材までの距離がありますので光エネルギーの消費が大きくなります。このことは目に入るときにかなり暗く感じることとなります。つまり整理しますと、油絵の画面っていうのは光沢ツヤのある暗い画面ということです。これがいわゆる濡れ色っていうふうに呼ばれる要因となっていると思います。続きまして日本画の画面です。日本画の画面、ですけども固着剤にニカンを使っていますので、乾燥すると水分が蒸発して表面がデコボコになります。つまり乱反射が起こりますので光沢ツヤのない画面になります。また基底剤までの距離が短いので光エネルギーの消費は少なく明るい画面になります。さらに表面は顔料であるとか色料がむき出しになっているところがありますので全体的に固着剤を混ぜる前の元の顔料色料そのものの発色に近いものになります。まとめますと日本画の画面は、光沢ツヤのない明るい画面ということになります。油絵と日本画、画面は対照的な特徴を持っているということです。続きまして、水彩画ですね。水彩画の場合はある程度凹凸があります。で厚みは、やはり日本画よりは若干あります。したがってやや暗い画面になるかと思います。アクリル画ですね。この場合はやや厚みを保って、比較的平滑な表面になります。ただアクリル樹脂の性質で画面はさほど暗くなりません。そういった特徴があります。これら4つのジャンルの固着剤を使いまして日本画の群青、天然群青、天然緑青を彩色したものをお見せしたいと思います。まず天然群青ですけども、これは前回もお見せしましたが、こういう乱道光、妖名はアズライトと言いますけども、こういった石を砕いた、群青、天然群青という絵の具をそれぞれの固着剤で彩色します。ちなみにこの天然群青は今の日本画で最も高価な岩絵の具です。
そして、ここにそれぞれの固着剤でその群状を彩色していますが、ここに番号がありますね。ここは6になってますね。6、10、白って書いて白と言いますけども、これは、この天然群状の粒子の粗さを示しています。6っていうのは、10段階で全体、群状があるんですけども、その2番目に粗い群状ということです。そして、10っていうのは、まあ、大体真ん中ぐらいの粗さの群状。そして一番左、こっちですねの白っていうのは、群状の中で一番細かい顔料ということです。ほんでこの一番上の列は日本画の3000本ニカワ、昔からあるニカワですけども、これで、彩色しています。この一番上の列見てもらったら分かるように、それぞれ粒子の違う絵の具の差をはっきり、出して発色していることが分かります。まあ実際の元の顔料群状と比べても比較的そのままの発色をしているように思います。そうですね。そしてよいしょ、6番これですね。その次の段、ここはアラビアゴム、水彩の固着剤を使って3種類の粗さの群状を彩色しています。この一番上のニカワと比較してもらったら分かりますように、明らかに粒子の違いによる差が縮まっています。それぞれ暗くなってますし、発色も良くないように思います。これは、水彩で、使われますアラビアガムという固着剤で群状を塗ったものです。そして3段目ですね、これは、アクリル樹脂で、3段階の粒子の群状を彩色したものです。これを見てもらうと比較的粒子の違いによる濃淡がはっきり出ているように思います。日本画にも近いものがありますが、若干白が暗い。それからよく見ますと、ニカワよりも、日本画のニカワよりも少し、テカリがあるように思います。そして一番下ですね、これは油絵の具のリンシードオイルで溶いて天然群状3段階を彩色しています。これも一目瞭然で、全体的に粒子の粗さによる濃淡の差が縮まっています。発色もやはりニカワに比べたら悪いように思います。まあこれらを見て気がつくことは、粒子のある粒子によって、濃淡の差を表現する日本画においてはやはりニカワが最適であるということがよくわかります。アラビアガムとかリンシドオイルで、日本画の岩絵の具を溶いても、粒子の違いによる濃淡がはっきり出ないということです。したがって油絵もそうですが、水彩画も、全て微粒子のものを使ってチューブに詰められているわけです。ただしアクリル樹脂は比較的日本画ニカワの発色に近いので、
日本画の方がアクリル絵の具を使われることがあります。そしてあと次6章ですけれども、これも全く同じことですけども、こういったクジャク石という形状さまざまですが、こういった石、クジャク石、用名はマラカイトと言いますけど、砕いた六章、こういった昔から使われている岩絵の具ですけども、これを、それぞれのジャンルの、これも固着剤で彩色してみました。先ほどと全く同じことですけども、サンデモンニカ、ニカワは、しっかり粒子の違いによる濃淡を表現できています。やはりアラビアガムはこの濃淡の差が縮まってしまいます。ここでもアクリル樹脂は比較的日本画に近いですが、やっぱり白少し暗いですかね、若干ニカに比べると暗いかもしれません。そして最後、これもシミになっていますが、リンシードオイルで塗るとほとんど粒子の粗さによる濃淡が出ていないということが分かります。このように固着剤によって、随分と、特徴が違ってくるということが分かると思います。したがって日本画のように、現在10段階の粒子の絵の具がそれぞれ、一色ごとにあるわけですけども、それを明確に表現するためにはニカワが最適であるということです。続きましてもう一つですね、粒子の粗さによってなぜ濃淡ができるかということです。これ先ほど お見せしましたけど、天然群青で一番細かい白です。そして先ほどで言いますと6番でしたね、2番目に粗いですけども、これだけの差があるわけです。同じこの石を砕いた絵の具でも、その粒子の粗さによってこんだけ濃淡が出ます。だから10段階あったら、10段階の濃淡が出るということです。粒子の粗さによって濃さが変わっていくわけです。これはなぜかということなんですけども、これはまあ、簡単に言いますと、粒子の粒が大きいと、光がその粒子の中を通って、反射、そこまで行って反射して目に入るまでの距離が長くはなるわけです、この粒子の中で。その距離が長くなるということは光エネルギーの消費が多くなるので、目に入る時には、暗くなってしまうんです。暗い色として目に映ってしまいます。これが、逆に小さい粒ですと、光がこの粒の中を透過する距離というのは短くなりますわね、粒が小さいと。そうすると光エネルギーをさほど消費しないで目に色として映るわけです。そうなりますと明るい色として、目に映るわけです。これが簡単に言いますと、日本画の岩絵の具の粒子の粗密による明るさの違いにつながるわけです。それと、ただし、白い岩絵の具ですけども、例えば崩壊松であるとか水晶松、岩五本といった白の岩絵の具は粗い5番から一番細かい白までそれほど差が出ないわけです。これはなぜかと言いますと、
光がその粒子に、当たりますと、もう表面で反射してしまうわけです。したがって、それほど粒子の粗さによる濃淡が出ないということです。逆に黒はほとんど光を吸収したままで、あまり反射して目に入りにくいので、それほど粒子による濃淡の差を、これも出にくいということですね。このように岩絵の具というのは粒子の違いによって、濃淡が生まれる。白黒はさほど出ないということは分かります。この辺をよく理解して、日本画を見てもらうと、他のジャンルと全く違う画面、違う絵の具っていうのを理解していただけると思います。ぜひ、そういった知識を持って、美術館で日本画作品見ていただけると、もっともっと興味深いものになるかと思います。今回は、これぐらいでお話を終わりたいと思いますが、引き続き、日本画とは何者ということで